はい、どうも、えー、シャツ氏の件でございます。いつも僕の動画を見てください。誠にありがとうございます。はい。というわけでね、今日もやって参るわけなんですけども、まあ、最近ね、えー、僕の周りでもね、いろいろね、こう変化がありましてですね。まあ変化もね、いろんな変化ありますよね。生きてるとね。 もう本当家族のことだったり仕事のことだったり、ね、もう友人関係、うんまあ、あとはまあ本当にあの何ですか、えー、世界情勢みたいなねいろいろニュース見ててもさ結構あの暗いニュース多いじゃないですかねあとなんかほら今は北朝鮮のミサイル問題がとか,、ね、なんかあのトランプさんのどうのとかいろいろありますけども、まあ、一番大事なのはですねやっぱ自分と自分の家族とやっぱりその関わる人たちがねこうなるべくこう あのー、危なくないような、ね、平穏にこう日々が過ごせるっていうのがやっぱり一番大事かなと思います。はい、で、やっぱ我々ね、一般人はね、まあ、いろんなその世の中の、ね、こう動,きと動きとかありますけどもね、まあ、そういうのあんまりね、そんな気にせずですね、もう本当、自分の日々のね、この糧を得るためにね、やっぱり生きていかなきゃいけませんから、われ生きていくためにやっぱりね、仕事をして、やっぱ稼がないといけないわけですね。 またその話かとね、稼ぐ系の話かけん、バカ野郎みたいな感じでね、まあ思われるかもしれないですけど、でも大事なことじゃないですか、ね。やっぱり家族を養って食べさせて、ね、で自分も好きなことをやる、ね、時間をね、自由な時間を、え得てで、で、ちゃんと自由に使えるお金も得て、ね、で、自分の好きなことをやるっていう、やっぱそれでこそ僕は人生だと思うので、やはりですね、稼ぐということはやっぱ大,大前提なんですよね。 うんでまあ、稼ぐためにはどうしたらいいかっていうとこなんですけども、やっぱ稼ぐためには、やっぱあの稼ぐような状態にしていかなきゃいけないというかね、自分のね,、まあ、ね。多くの人がね、僕思うんですけど、僕もね、かつのは僕もそうだったんですけども、やっぱりこうお金を稼ぐという、何かこうお金を稼ぐということに対してのこうブロックが働いている人がやっぱ多いわけですよ。などういうことかというと、真剣にお金を稼ごうとしてないっていうことなんですよね。本当に世の中、ほらね、一日、 えー、一生懸命仕事をして、まあ、例えばセラピストだったら1日に何人も、ね、お仕事をして1日に10人やってとかねそういう風で、えー、1日になんか、まあ、数万円稼ぐとかねす素晴らしいことですけども、ね、本当にあのセラピストの仕事って本当に尊いと思いますし本当に僕も、ね、セラピストの仕事は素晴らしいと思います僕自身も、ね、セラピストやってますし、まあ、今はねあのお客様っていうかこうやって、えー、人の体をこうね えー、もう本当にお勤めのセラピストさんとか、日々こう、ねえーや、されてるセラピストさんとか治療家の方に比べると、ほとんどやってませんけども、も日々の中でね、自分の家族を癒したりだとか、まあ、友人にやってあげたいだとか、まあ、僕の場合はスクールをねやってるんで、スクールで来てくださった。 え、受講生の方たちをね、こう、ほぐしてあげて、まあ僕のスクールはね、参加して、ほぐれて、で、気持ちよくなって、ね、で、帰れるね。で、技術も学べるっていうね、ね、もう本当にね、とても素晴らしいスクールなので、ぜひですね、えー、ご興味のある方は、えー、一度参加していただければいいかなと思っております。はい。で、まあセラピスト、僕はね、セラピストの見方、セラピストを稼げるセラピストのね、セラピストさんがもっと稼げるようにっていうのを、えー、まあ、 心情として、まあ、日々ね、活動、世界の視察試験としてね、まあ、活動してるわけなんですけども、まあね、あれなんですよ。やっぱセラピストはね、主義はうまくてね、もう当たり前ですよね。もう当たり、もう本当にあの、ご飯屋さんでね、えー、ご飯食べに行きましたとね、まずく、まず、まずいと思うさ。 話にならないでしょ、ね、美味しくないっていうのはね。ある程度、そこそこ美味しくて、それで、それプラス、まあ、接客が良かったらいいとか、サービスがいいとかね。なんかそういうのがあってこその、まあ、えーまあ、トータル的なも,ものであってするじゃないですか、サービスっていうのは。うん、ね。で、セラピストの場合は、やっぱり腕はね、ある程度うまくて、えー、当たり前。もうこれはね、下手だもう下手だとね、癒しどころじゃないんですよ、もうね。本当の、ただのね、もう苦痛でしかないんで、もう1時間この遊びに受けて,ても、もなんかもう早く終わってくれないかみたいな感じになっちゃうんです,ですよね。 だからある程度、もう本当にあの不快じゃないところの主義はもう絶対的に学ばなきゃいけないというかまあ習得はしなきゃいけない。それプラス、こう,なんていうんですかねホスピタリティとかねいうか人間性だったりとかさ話とかさまあ話はあ,あれだけどまあもう人間性大事ですよね。やっぱねこの人からされなくないなという風な人だといくら主義がその人が上手だとしてもやっぱ響かないというか。ねうーん まあ何が言いたいかというととにかく、えーね、まず稼げるセラピストになるには、うん、まずは主義は当たり前にね上手にならないといけないですよと、ね、主義を、えー、まずは手っ取り早くね、えー、すぐにお客さんの反応をこう高めるためには,お客,、ね、めには,はお客さんの反応を変えるためには変えるっていうのはお客さんの反応を変えるというのはあなんかいいなみたいなねお客さんにこうあ,あなたは名前なんですかっていう風な、ね、感じでもうすぐに指名が取,取れるよなうな、ん、そういうセラピストになるにはやはりですね 検ン発スクール、ワンデーセミナーおよび、えー、3日間セミナー、まあ、あとは、まあ、これからはね、ちょっとんん3ヶ月とかね、まあ、半年とかでね、えー、っていうような、そういった、まあ、長期スパンの、えー、スクールもやっ,やっていきたいなと思って、本当はね、1年のやつもやりたいなと思ってね、ね、まあ、企画もして前メルマガで、ね、発信をしたんですけども、何件かね、えー あの問い合わせにいただいてるんですけども、一体どういった感じの内容なのかっていうのは、まだいまいち自分の中でもね、よく分かってない部分があるんで、まあね、本当にしっかりとね、主義をね、もう僕の全部、本当にこう、これだよっていうのを、まあ主義だけにとどまらず、お客さんでこうやって、マインド的なものも含めてね、お伝えしようと思うと、やっぱね、1年ぐらいのそういう、まあね、どっかのこうマッサージをあのこう学べる、生態学べる。 専門学校と、まあ、近い感じになっちゃうんだけど、まあ、やっぱそのぐらい1年ぐらいは欲しいかなっていうのはありますよね、正直ね。うんまあ、そんなこんなにね、いろいろ考えてますんで、まあ、これからもね、えーセラ、稼げるセラピストさんを,を、えー、育てたいと、ね、応援したいんだっていうか形でやっていきますので、えー、これからもね、ぜひよろしくお願いしたいなと思っております。はい、で、今月はですね、あれなんですよ。 前から言ってたあの出張検査を作るね、これからもどんどんねやっていきたいと思うんですけどもねも、本当にあの来てもらいたいね、この県にね来てほしいというね、うーん、マッサージ、リラクゼーションマッサージ、リラクゼーションマッサージ店を経営されてるようなね、運営されてるオーナーさんとかね、いましたらね、本当にね、もうお気軽にね、お気軽にですね、お問い合わせいただいて、県に本当は来てくれるのかみたいな感じでね。 えーまあ、してもらえいいいかなと思いますで沖縄に行くんですよ、ね、今月はね、4月はね、沖縄に行って、えー、ワンデーセミナー、ね、ワンデー講座をやって、検査スクール講座をやってで、沖縄でですね、フリーマッサージも、ね、やってみたいなと思っております。はいまあ、相棒として、ね、銀座の相良さんをね、えー、片もみサークルで、ね、いつも、あのー、お世話になってるね銀座の相良さんも一緒にね、えー、やつも連れて行ってですね、 まあ、いろいろね、えー、お手伝いもしていただこうかなと思っておりますんで。またその辺もね、動画もね、いろいろ撮って、えー、皆さんにね、見ていただきたいと思っておりますんで、ご期待ください。では、今日はこの辺で、またね